2年前ぐらい、スト5の後半ぐらいまでは闇だったよね。いや覚えてないね。いやなんかこじらせてたイメージある。たらいやさすがに食べるっしょみたいな。ゴリゴリな体育会系のノリを出されてラーメンを食わされたの。こんにちは、ノーセプション所属のおにきです、今回は、対談企画ということで、自分が昔から馴染みのある、こちらの方に来ていただきました。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ムラッシュゲーミングのソシックス部門所属のゆうとです。よろしくお願いします。お願いします。早速なんですけど、はい、2人で対談することについてどう思うかというか、うん、まあ会ってからもう今どれぐらい7年ぐらい7年いかないぐらい6年7年ぐらい6の間ぐらいね。まあそんなぐらい。そう、俺が高3の時だった確か。俺高1だもんね。で2個差だから高3高1の時に初めて会ってから今まで。まさかね。まさかこんないやほんとまさかって感じだね。そんなだってあの時はもうただのね、そう言うたらね、一般高校生2人でいろいろやってたのが、まあ、鬼キャ結構強かったけどね、うん、俺は全然最初本当最高ランクもいってないぐらいだったから、そっからだよね。こんなね、まさかこんな2人ともちょっと立派になったということで、ね、ありがたいことにありがたいことに 今がありますということで、こんなねこんなところまでね用意していただいて、ま、こんなところになるとはといったところで、トークテーマいろいろあるんだけど、はい、まあ、一番最初はあれだよね、あるあるな、うん、お互いの第一印象。第一印象というか、なんかそのお互いに対して第一印象と今の印象がなんか一番なんか丸いみたいな。でもね、第一印象からマジで今まで本当変わんないね。マジブレないってないっていうか、いい意味です。それ結構すごいなって思うけど、うんうん、6年付き合ってて、しかもさ、なんかさ、10代後半から20代ってさ、変わるじゃん、変わるね、人って。俺多分めっちゃ変わったんだけど。変わったね、変わったね。なんかね、変わんない。ずっと安定してる。なんかね、そう。逆に俺は、うん、めっちゃ変わったなって思った。それはね、俺もそうだと思う。そう。最初の本当の第一印象は、もう高青年。なんか最初、会った時に、多分16とか、わかんないけど、俺18とかで、うん、まあなんかその実力差があったってのもあるけど、多分その時は俺の方が上手かったからさ。なんかちょっと教えてくださいみたいな感じで、なんかその、あ、そんなどうやったら上手くなるんですかみたいな感じで、まあなんかよくあるこういうのいいなみたいな、ちょっとなんかあるじゃん、なんか、まあ、いい子だなみたいな。しかも周りがすごい年上だった。俺らが関わってた格ゲー自体が結構年齢差高くて、俺らが若手だったから、まあ、周りがその大人ばっかで、あの いい子をなんかこういい子だったんだ、その時イメージは。あ、いい子だなと思って、なんかさっぱりしてるし、なんかフレッシュだなと思ってて。覚えてないな、でもあんまり。でもなんか19から20ぐらい、19から20、高校卒業から、高校卒業かな、分かんないけど、その高校のその会ってから 1,2 年ぐらいしてから、2年前ぐらい、スト5の後半ぐらいまでは闇だったよね。覚えてないね。いやなんかこじらせてたイメージある。なんか怖いな、怖くなってきた。人によってはちょっと絡みづらいのかなっていう、そのイメージね。なるほど。があって、しかもなんかこう昔からさ、こだわり強いじゃん。まあそうだね、こだわり強くてなんかこう曲げないみたいなイメージあったけど、でも逆になんか最近は丸くなったよね。めっちゃ丸くなった。なんか昔だったらもう絶対ノーだったらノーみたいな。なんかみんなで飯食いに行こうぜって言っても、なんかみんなの意見がなんか焼肉でも俺はラーメン食いたかったらなんかいや俺はラーメンじゃなかったら帰るわみたいな感じのことだ、イメージだったのとか言ってたよね。そうか、そうそう、うん、もうなんかえみたいな、俺たちもなんかみんななんかもう焼肉の口なのにみたいな感じだったけど、今はあ、じゃあラーメンでもいいかなみたいな。そのちょっと妥協というか、その折り合いをつけ、大人になったと。そう、大人になって、うん、なんかすごいなんか変わったなと思って。本当ですか。ね、じゃあ、うん、なんかトークテーマあんま書いてないけど、うん、お互いのなんか関わって7年、6年で一番印象に残った出来事ってある、で、なんか結構ぐらいですよね。俺1個だけ、そういえばなんか、この対談があるって決まってから、なんか、話すことあるかなみたいな。でも別にさ、ずっとさ、格ゲー一緒にやってきてさ、何も考えてなかった、一緒に格ゲーとか出てるだけで、なんかあるかなと思ったんだけど、俺一個だけ、あの今考えると、うん、人生を変えたかもしれないことをしてたの、俺に対して。なんだろう、あ、俺分かったもん。分かった、あれかな、
違う、だから大会そうそうそう起こしてあげたやつでしょ。そうそう、あの多分俺がストリートファイターで、まあ、有名になったきっかけっていうか、ちょっとまあプロをこう目指すきっかけになったのがストリートファイターリーグっていう、なんか大会、今やってるストリートファイターリーグの、まあ、前傾なのかな、一応ストリートファイターリーグ、一応ストリートファイターリーグリーグのなんか3つの部門に分かれて、プロ勢、梅原さんとかのプロ勢とハイクラス、まあ、じゃあ今日プロクラスと、あとなんかアンダー25だったかな、アンダー 25だったっけ、アンダー25とかのあの強いやつらトーナメントして、その中から選ばれた人をドラフトして、ああ、そうね、選手にチームに加えるっていう方式の大会があって、そこで例えば今の川野さんとか、そういった、ね、シュートさんとか、そう、ね、響さんとかもそこのリーグ、最後6人全国で勝ち上がった中から選ばれた6人が出て、それ自分が梅原さんに選ばれて、その6人入って戦って、それでちょっと有名になったというかがあったんだけど、そこでちょっと名を上げた、そうそう、名を上げた的な、まあ、てかもね、それまでは大会出たことなかったから、うん、ほとんどもうすごい、まあ、人生変わった大会だったんだけど、その予選が幕張メッセであって、その前日俺泊まったの、バンピンチに、あ、ユートンチに。バンピーってさ、6年間呼んでるからさ、もう無理なんだよね。今、嫌だ、すごいだろうな。そうそう、いや、ユートさんにお越しいただきましたとか言って、いや、バンピーじゃねえのかよ、みたいな。そうね。ね、まあ、ね、ユート君の家に泊まったわけですよ。ね、よく朝までやったからね。朝までストローク、ストファイブやって、ストロークじゃなくてファイブね。ストファイブやって、うん、で、朝、しかも俺起きれないから、あの、バンピが起きて、起こして、行こうよって言われて、うん、俺、いやもうよくねって別にいいんだけどみたいな、ね、しかもその時なんか、その大会の重要性、そんなお互いなんか分かってなかったよね、多分なんか、うん、まあ俺は、うん、やっぱその時はやっぱ強くなりたいっていう気持ちが強かったから、まあ出たいね、そう、多分ね、お前はなんかそう遊び、うん、まあまあ、遊びの延長みたいな感じだけど、うん、俺はもう本当になんか強くなりたいんだっていう気持ちが強かったから、うん、行くぞっつって、ね、そんな感じだったよね。で起こされて、うん、でとか言って、なんかちょっと粘った気がする。行きたい、もうちょっと寝ようよ、眠いしみたいな。でからのまあ行くかっつって行って、だからその大会に勝って。あ、まず1時間睡眠とかだったよね、確かに。2時間とか。2時間とか1時間とか。眠いとか言って行って、でそこで勝って、まあ、今があるって考えたら、確かに。お前が俺を起こさなかったか、起こしてくれなかったから、起こしてくれなかったら、うん、今この場に。いないということがあります。まあ、いつか勝ったと思うけどね、さすがに。まあまあ、いつか勝ったと思うけど、まあ、でもさ、チャンスが少ないからさ、そう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 、前って。こうはなってない可能性はありますよね。だから、そこはちょっとね、あ、じゃあ感謝してもらって、感謝ということで。俺はあの雑魚師匠ですよ。速攻でね、速攻でなんか、負けてたのがイメージあります。が、俺のちなみにその印象残ってるエピソードなんだけど、なんかある。これでもお前が終わってる話なんだけど、悪い方の俺感謝なのに悪い方なの、全く格ゲー関係ないんだけど、なんかその一回お前の家の最寄りの駅でメダルゲームで遊んで、え、そうメダルゲームで遊んだ日があったの、ゲーセンでってこと、ゲーセンで、そうで、その日の帰りに、違うわ、その前にお前ん家に泊まってて、うん、でカレーを食ったんだ、あのごちそうになった、いや待って思い出したかもカレーをごちそうになったよ、おにきの家お母さんにそう許してもらってカレーをごちそうになって、ちょ暇だしちょメダルゲームなんか遊びに行こうぜって言って、駅に遊びに行って、まあ1時間ぐらい時間潰して帰るじゃん、うん、でその後になんかラーメン食いたいみたいな言い始めて、いやでも待って、さっきさカレー食べたじゃんみたいな、さすがに入んないよみたいないやでもラーメン食いたいからちょ入ろうぜって言われて、いやでも俺さすがに食べないよみたいな、で2人で入って、まあ食べなくてもいいからさ入ろうよって言われて入ってまあなんか小ラーメンみたいなないかなって、半ラーメンみたいなさ、半ラーメンみたいなないかなって探したら、えみたいな、え、いや怒るからさ食べようよみたいな言われて、いや違う、俺さっきカレー食べて腹いっぱいなんだよみたいな言ったら、いやさすがに食べるっしょみたいなゴリゴリな体育会系のノリを出されて、ラーメンを食わされたとカレーで腹いっぱいなのに食わされて、あのちゃんと帰り道であのリバースされてあれあれパワハラ、いや確かにやばいそれが確かにその時はあんま意識してなかったけど、うん、あの
後々聞くと普通にパワハラだよね。あのよくあるやつ。これあの話持ってるとかじゃなくて、ね、割とありのまま、うん、しかも俺も思い出したそれ。あの帰り道に気持ち悪そうなバンビーを見て、そんなとか言ってしかもなんかチャーシュー増してなかったっけ。なんかチャーシュー、チャーシュー増してたよね。なんかね、俺覚えてる。チャーシュー麺行った気がする。チャーシュー麺行ったよね。そう、記憶があるね。いやもう、なんか今それがふっとそれが出てきた、ね、温度差やばくない？なんか温度差やばかった、うん、温度差ただのやばいやつ、ただのやばいやつエピソード、ね、すごい。じゃあ次、はい、あ、格ゲーとの出会い。格ゲーとの出会い、これね、俺は行ったことある気するんだけどね、うん、俺昨日は聞いたことないかもしれない。まあまあ、でも俺もあんまりなんかこれでなんかね、初めましたみたいなあんまない、うん、でもなんかちっちゃい時に、うん、なんかゲームセンターじゃないけど、なんか定額制でゲーム遊べますみたいなさ、なんかよくあるじゃん。わかんないけど、なんかラウンドワンみたいな、あのお金払、お金なんか1時間払ったら、あの中にあるゲーム機タダで遊べるみたいなんで、なんか鉄拳をなんかいとことやったのは覚えてるんだけど、でもそれがその始めたきっかけ、まあ、出会いはそれだよね。だから出会いはそう、で鉄拳だと、まあ、ストリートファイターだけど俺だから鉄拳だったの鉄拳やったのは覚えてる。出会いで言うとストリートファイターっていうより、なんかもともとスマブラやってて、うん、それはよく言ってたね。 それはもうなんか本当に何、ちっちゃい頃さ、もうみんなで友達の家にさ、うん、集まってやるじゃんスマブラ、うん、その4人のスマブラでから始まって、もそこからずっとスマブラが好きだったのよ、うん、で1対、まあ、4人でわちゃわちゃみたいな感じだったけど、うん、なんか1対1で、だ今のその格ゲーみたいな、うん、1対1で戦って、でなんかもうそう大会とかそういうのがあるみたいな世界を知って、そこからちょっとそれに興味持って、うん、スマブラを中3ぐらいかまでまでかずっとちょっとガチ思考でね、ガチ思考でネットでやってて、で、まあ、それでもうそこに対戦ゲームにハマる、うん、でそこから、まあ、だからスマブラのその時エボがさ、スマブラあったから、あった、ね、スマブラの、エボを見るついでに、2017年のシーズン2のね、ストリートファイター時戸さん、ストリートファイター5の、そう、時戸対パンク、めちゃくちゃ盛り上がったじゃん。いや、あれやばい。で、その時にストリートファイターやったことなかったんだけど、まあ名前はしてたよ、もちろん、うん、ストリートファイターっていうゲームもしてたし、名前してたけど、やったことないけど、まあ、ちょっと見てみるかみたいな、うんうん、で、そこで、まあその試合に感動するわけよ、まあ、みんなね、やっぱね、あれはパンクってやつだ、そんなやべんだみたいな感じで、うん、あの時さ、ほんとストーリーがすごかったじゃん。いや、すごかった。誰がパンク倒すのみたいな、そうそうそう、日本対アメリカみたいな、そうそう、日本対アメリカでもう誰がパンク止めるんだよみたいになって、やべえなみたいな、なんかそう圧倒的強者みたいなのってやっぱなんかそう惹かれるじゃん、かっこいいみたいな、まあね、アニメだったもんね、アニメの、アニメの、マジアニメみたいな感じだったから、なんかそんなにゲームも分かんなくてもすげえみたいな、そうストーリーが完成されてたから、うん、そっからストリートファイターを見るようになったんだよ、うんうんうん、でその時シーズン2で、シーズン3からちょっと俺 もそれ盛り上がってたからさ、うんうん、その時でパンクの試合で盛り上がってるし、俺も舵を切ろうみたいな感じで、いやいやいや、そこでストリートファイター5に、そう、え、じゃあシーズン3から、そうシーズン3から始めた。そんなんだったっけ。そうだよ、そんなんか、そう、俺だってシーズン1からやってたから一応ね、まあそうだね、そう、シーズン2とかやってないんだ。やってない。で、そうで、その時確か高1だった、やったね、多分そう。で、うん、お互いチームに入ったことについて、新しいチームが、俺は移籍だったけど、うん、まあそうね、ワンピの場合は、はい、初めてという、まあそうね、初加入というということで、まあ、移籍だからね、もともと前のチームでね、まあ、スイーツすることストリートファイターリーフも出てたから、うんうん、まあ、別に入ろうと思えばどっかしらない言い方あれだけど、まあ、どっかしらはってね、いや、わかんない、なんか別に、まあそうなんだみたいな、そうなんだ、特に別になんかあるかな。でも俺は良かったなって思った、まあそうね、めちゃくちゃ、うん、だって昔から、うん、それこそ高校の時からもうプロになりたいみたいな感じだったじゃん。まあそうだね、俺はもう最初から会った時から結構そうだから強くなりたいみたいな、なんか強くなりたいし、プロになりたいから上手くなりたいみたいな。で逆に俺はもうずっと、いや、プロとかいいっしょみたいなタイプだった。そう、なんかプロとかいいから、いや、それなんか最強のエンジョイでよくない、遊びのエンジョイでしょみたいなね、昔は。今は違うけどさ。で、まあ、プロにあんま興味ないよっていう感じのと、興味あるみたいな感じで、で、まあ、なんやかんや、なんか俺がプロになって、だって4年目とかだと思うんだけど、その、まあ、そのプロになる前もそのストリートファイターリーグとか出てっていう期間があったから、まあ半分、まあ、競技勢ちょっと足突っ込んでてからは5、6年なんだけど、
そのさ、5、6年の間もずっとさ、プロになるために頑張ってて、一緒に練習してたじゃん。強かったけど、なんか、結果は別に出てるかと言われたらさ、なんか大会弱かった。なんか、もう。いや、でもね、スト5はね、今思い返すと多分あんま強くなかったね。ちょっと見たかった。まあ、言うて強かったけど、まあ、そんな、まあ、政治的通りの強さじゃないっていう。まあまあ、プロにはちょっと、みたいな。俺もなんか惜しいなっていう感じだった。惜しいなと思ってたんだよ。なんかスト6になったら、いや、スト6の時とかはもう2年ぐらいじゃん、1年か、うん。まあ俺より強い可能性全然あるなみたいな。そのまあ、1年目はね。そう、1年目は。やってる時間も多分俺の方が多かったし。まあなんか俺より強い、まあ間違いなくその同じか俺以上だなみたいな感じだったの。うん、まあそう。で、5の時は、まあさすがに俺の方が強いんだろうなって思ってたの、そんな、そんな通してね、通して。それはそう。ね、だから、その、でもまあなんか惜しいなみたいな。その、若手ではもう最強クラスだったから、うん。で、しかも結構さ、あんま俺ら真面目な話しないけど、たまにそういう瞬間が来るじゃん。まあそう、ね。たまにその。深夜、なかなか起きてるとね。そうそう。たまにそういう話になるよね。そういう話になった時に、なんかやっぱそのさ、やっぱプロになりたいみたいな感じで、なんか大丈夫かよこいつとか俺思ってたんだけど、そのずっとさ、もうあの大学にもとかにも行ってないけど、まあ、そうだからそのぶっぱだからね、まあ、そうまあもうオールインみたいな感じで、半分そのバイトしながらプロ目指して頑張ってるみたいな。だからまあなんかどっかで花咲かないとやばいみたいな感じじゃん、正直ね。まあ、なんとかなるんだろうけど大丈夫かなみたいな。まあ、普通の道にはもう戻りづらいから、ね、そうそうそう、しかもさ、思いは強いからさ、うん、だからあの今回こういう感じで、まあそうね、無事ね、無事チームが決まって、あのもうすごいなんか、まあ、美樹さん的にはそうだろう、そう親の気持ちというかね、うん、ああよかったなっていう。じゃあお互いのゲームプレイの特徴、魅力、強さ多分基本真面目じゃんお互い、うん、そこって多分似ると思うんだよね、もうずっとさ、まあ、やってるからね、一緒にやってて、まあ、そうめちゃくちゃ共有し合ってるわけじゃん、うん、またその土台となる部分は多分さ一緒で、まあ、なんか似てるよね、もうなんか真面目に。でも最初からさ、うん、まあ、俺はお互い真面目だったよ、俺もキム、うん、キャミキ、あ、まあ、カリの時はあのそこに関してはなんかこだわり強いね、強いよね多分お互い、うん、確かに安定志向というかね、うん、100% を目指す、100% 勝ちに行きますっていう。確かに俺意外とまだでも変なこともするっていうか、意外と何でもやるよって感じ。だからそこなんか臨機応変にやってるなってイメージだね、うん、なんかいや器用だよね、なんかいやそういうカリンみたいなどっしりもできるし、キンバリーみたいな、なんか手数のキャラもできる、その攻めもできるって。俺はやっぱ、まあ、最近はそんなことないんだけど、昔はやっぱその攻めがすごい、攻めることに対してすごいストレスを感じるタイプだったから、うん、なんか下がって戦うキャラの方が、まあ、やりやすいみたいなのもあったりして、まあだからその土台はでもやっぱその真面目になんかやるよっていうのは、う、ね、まあなんかあるよね、あるよね。そこは強さで言うとね、なんかでもだからキャラの強みを見つけるのは早いなっていう。まあ確かに、だから新キャラとか、なんか同じコミュニティでさ、みんなで、うん、その新キャラ出たからなんかやろうぜみたいな、まあ、新しいゲーム出たからやろうぜとかね、このキャラのこれ強くねみたいなのを、まあ、一番最初に見つけて、まあ、その初日ブイブイ言わせるそういうイメージある。まあ確かに それでね、 それでキンバリで走り切ったからで強みを見つけて、それをなんかすぐ実践でなんか使いこなすみたいなのは、なんかそこが早いなっていうイメージあるかな。ワンピナどうだろうな。でもプレイは、まあ真面目だよね。めっちゃ。まあそう、ね。めちゃめちゃ真面目なイメージある。あ、強さ。あれでもさ、なんかさ、つかみどころはないよね、別に。良くも悪くもさ、つかみどころはないイメージがある。まあそうかね、なんかこれやってくんのってないけど、うん、なんかこれできないのもないみたい。まあそうかも。そうなんか基本に忠実で、だからもうなんか80点。いや、なんかさ、すごいなんか、棒グラフがこう、そうそうそう、綺麗にさ四角になってるみたいなイメージある。バランスがいい。バランスがよく言うと。なるほど。なんか悪く言うと意外性がないと。そう、意外性がない。まあそこはね、伸びしろです。そう、伸びしろ。五？まず。さすがに。圧倒的一強。一番強いのは、俺はね、あのね、あんまり話したことないんだけど、マジで勝てない。意外。いやマジ意外、そう、あの。え、苦手選手誰？苦手な選手かな。ああ、俺も一本も取れない。一緒一緒。そう。